大家好，我们是香港ベースのともみです。ボーカルの春菜です。ドラムのりなです。ギターのまみです。台湾はあのライブハウスの、あのザ・ボールっていうライブハウスで2回させてもらっているんですけど、熱気がすごくって、特に去年はね、本当にすごくって、お客さんが帰った後のフロアが水浸しになっていて、蒸気で、でライブハウスの人にこの会場がこんなに水浸しになったのは初めてだってちょっと怒られました。もうここでこうやってみんなで掃除してくれてチューニングとかもね、うん、楽器もやっぱり湿気に、うん、木なので湿気に弱かったりとかして、でもなんかそれもすごくいい思い出で、うん、ペダルもツルツルで踏めなかったり一番最初に来た時にみんなで屋台に行ったんですけど、でも行ってちょっとこうお店を見て回っただけで何も食べれず帰ってきちゃったので、うん、次はちょっとあの名物に挑戦してみたいなと思ってるんですけど、なんかおすすめの食べ物ありますか？ザオ台湾の唐揚げ。唐揚げ食べてみたい就是那个炸物里面会有鸡肉，然后会有油，然后会有甜辣，会有玉米。玉米鸡。じゃあそれ食べに行きます。あと今夜は小籠包を嬉しい。食べたかった。めっちゃ食べたかった。日本でも台湾の小籠包のお店によく行くんですよ。すごいみんな好きで、だから本場で食べられるの本当に毎回嬉しい。